エレナイバノブナは、リトアニア大公で後に、ポーランド王を兼ねた、アレクサンデルの日。モスクワ大公イバン三世の長女、母は、モレアス先生公、ソマスパレオロゴスの娘で、ビサンツ皇族出身のゾエパレオロギナ。1492年、イバン三世がリトアニアに侵入して、ブヤ島などを占領すると、即位後間もないリトアニアの統治者アレクサンデルは、 イヴァンとの同盟による、平和的解決を望んだ。このため、アレクサンデルとイヴァンの娘、エレナの結婚が計画され、エレナは1495年にビリニュスのテオトコス聖堂でモスクワフ主教マカリーの立ち会いのもと、アレクサンデルと結婚した。エレナはポーランド王妃に求められるカトリックへの改修をしない、まま結婚後も聖教を信奉していた。このため、 ポーランド王妃としては、正式に体感せず、称号のみを帯びていた。エレナは少なくとも二度の妊娠と流産を経験した。1513年に、彼女が死ぬと、ミコアイラジビウによって毒殺されたのだという噂が、立ったという。エレナの意外は、テオトコス制度に埋葬された。ビザンツ皇帝の血を引くポーランド王妃には、他に、ルドビーカ・マリア・ゴンザーガがいる。ありがとうございます。